なんて始めよう。どうから始めるかな。何これ。芝居ね、芝。こう切り開いていいってことこれ。これ見てよく思いついたそれが、うん。やばい、全部入ってんな。あーどうしよう。いや、いけないいけない。俺別に犬のことなんか、そんな風にね、かわいそうなことは考えないから、どうもこんにちは、ストラスです。え、本当にこういうの使うの待って待って。やるでしょ、って。いや、あのね、オープニングをどうするかって全然考えてなくて、そう、オープニングどうするか全然考えてなかったから、苦し紛れのこう、なんか適当な茶番を入れようかってなったんだけど、あまりにも案が出なかったから、自然な感じで今、全くね、打ち合わせをしてない。何もしたい途中だったのにね、こっからなんか始まるよ。会話の流れから今入れてます。おぉ、これないこれこれ。城に入るとこから始まるんだ。なんか今までない。今回はね、前回とキャラを変えて私は女の子になりました。俺は変わんないです。おお、待って、なんだこれ、なんだこれ。おい、落ちる。おお、なんだこれ。あ、特殊効果。これは。えいぞ。あ、そう。もういいや。こういう時のために、取っておきました。よくあるね、こういうさ、城みたいなところのさ、なんか、あ、やばい。お前が喋ってっからやられたんだけど。え許さねー。特有のギミックあんじゃん。お今日晩飯なしな、お前。いや、それは困る。おお。いっぱい言ってたね。あ、危ない危ない。あ、まあそんな日もあるよ。わかるわかる。やっぱどう行く？何事もうまくいくだけが人生じゃないからさ。これどうすんだろう。上のブロックはこれいけそうねえもん。ああ、やっちまった。あ、そっか、こういう感じじゃない。これはね、そう、途中でブロックの回転が止まるから。あそこを狙わなくちゃ結構むずくねこれ。来た。来た。ガンギマリフラワー。今日はですね、収録を始める前にね、パート1の1しかの投稿してないんだけど。そうだね。そうそうそう。始まる前にね、ちょっとね、ワンダーな気持ちになりたいからね、例のチップスター今、少し食べてから始めました。写真が出てます、これ。そう。これね、これ。なんだこれ、あれ、落ちてくんのか。これは土管が落ちてくんのか、これ。あ、やばい、やばい、やばい。これ急がなきゃやばいぞ、これ。上に行くパターンか。やべえ。これ、俺のプレイヤースキルが。早くしろ、お前。ゴミなだけだ。ねえ。待って、これ。ねえ。待って、待って、待って。なんでそっち行っちゃう。右に、あ、そう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 。まずい。よいしょ、オッケー。あ、で、あ、これは。あー。オッケー、オッケー。おっと、これで。で、シードゲットと。シードちゃん。ここのシードはそんな難しくなかったでしょうね。なんかめちゃくちゃ決まってるわけじゃなかったな。あ、だからボスがいんのか、ここ。今回は、あれ、ここで終わんのか？このステージは。あ、待って、これ目押しだ。はい、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 よし、よし、よし、よし。目押しは任せな。鍛えてるからな。よっしゃ。お。あ、いた！あ、そうそうそう、クッパジュニアだ。ジュニア。クッパジュニアがなんかやってたんだ。遊んでくれるっぽいよ。よし。このパレスはお父さんのワンダーパワーで満たされているんだ。パレス？俺も今チップスターのワンダーパワーで満たされてる。満たされてる。カレーパワーだ。よし、じゃあ。やっちゃうか。まず避けろ、これを。あ、待って、これ。あ、そっか、飛べないのか。え？え？やべえ。なんか飛べるとか、勘違いしたなんかさ、滞空時間がさ、増えるみたいな。おらい。この華麗なトリプル、あ？華麗だけに。お？なんだ？おお、え？かっこいい。え？これ、あ、なるほど。でかくなっちゃった。鈍足になるのか。これ。いや、いた、え？めっちゃ跳ねるよ、お前。あ、そういうことね。あ、はい、はい。あ、こいつが縦横無尽に動くようになるのか。おりゃ。えい。あれ？自分の、あ、あ、逆に近くなった、今度。なるほど。なんか板をこういうマーベルヒーローみたいな。あ、待って、上は掴めないからね、これね。ジャンプでかわしていくしかない。おお。じゃあ、当たり判定が。もう一丁。これ、カビキックできるんだ、これ。おい。よし、いた。ナイス。これは楽勝だね。ゲーミングクッパジュニアみたいな色した。これは、ん？なんだ、何が手に入るんだ、これ。あ、普通に。え？あー、そうそうそう。なんだ、これは。グランドスター的なやつか。そうそうそう。ちょうどそれ、本当に。おお、グランドシード。お、なんだなんだ。
あ、城を取り返したのね。あ、はい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 、もっとこういうとこだったの、うん、なんか城の色合わな砂漠と合わなすぎだろ。こうしてパレスを取り戻したルイージたち、グランドシードも手に、あ、グランドシードも無事に手に入れ、城と合体したクッパを追いかけていく。果たしてルイージたちはクッパの野望を食い止められるのか、次回をお楽しみに。かわいい。はい、ご視聴ありがとうございました。どうも。これで終わり。もう1コースくらいやるかと思った。この先はフラワー王国の中心、フラワー諸島です。さあ、クッパを追いかけましょう。フラワー諸島？島に行く。どういう？あ、ここから。閉まったな、これは。島だけに。ああ。聞こえた今、俺の全身から力が抜けていく音が。そこまで？あ、閉めろ、ほら。おいおい。あ、あれは。山田、あれを見ろ。お祭り男でした。クソくだらなすぎだし、これ。却下だな。この案は闇を今後使わないことにした。ちょっとダメだ、こういう時絶対使うんだよ俺。うふふ、この雲パックンがあれば誰も近づきはしまい。あ、島と島をかけてんだよこれ。いや、かけないと思います。500億点くらい増えたいですね。いいから早く。あ、どんどん集まれワンダーパワー。この力で超ビッグなワンダーを起こし世界を我が輩のものにするのだ。そんななんか割れ方だったっけ。そんな割れ方だったっけ今。あ、おやんの。いや、いいよいいよもう。進めろ会話を。どうする、フラワー諸島をこのまま進めるか一旦ちょっと戻るか。ああ、いいよいいよ。なんか気になるチャレンジがあったんだよな。なんかな、これこれこれ、壁登りジャンプ。まあ難しさはね、星1だから、星1。おさあどうでしょうか。ジャンプ中に壁にくっついて B を押すと一度だけ上にジャンプすると。あ、壁キックとはまた違うのか。壁キックの延長だねこれはね。こうです、こう。あ、なるほど。え、なんか違うこいつ。行ってみよう。これをね、使いこなせるようになれれば。なるほど。お前待て、おい、置いてけよ俺を。あれもらった。あー、おい、よし。くそ、お先。あ、10枚コインが。10米コイン。あー、まずい。あ、10米コイン。あいつ重力がないぞ、あいつだけ。よし、頑張れ。よーし、てっぺんもらった。あ、くだまい。よし、ちょっと待って、これで捜査権は俺のものだからな。お前覚悟しろ。俺はね、まあ、山田との収録に他にもちょっとワンダーね、やってたんだけど、その中でね、自分なりのね、ワンダーの遊び方を見つけたっていうかね、スタイルをね、少しずつ見つけつつあるっていう。言ってたね、それなんだか気になる。それはですね、ズバリ、